はい、あいずりかでーす。練習をそのままさらす動画を撮ってみたいと思います。いや、完成させてから撮ろうと思ったんだけどね、難しくてなんかできないので、曲は、木村カエラさんのバタフライ。転調が死ぬほど難しいっす。ね。で、これをですね、練習してる真っ最中のままをそのまま撮るんですけども、なんていうか、半音高いです。私にはこのぐらいがちょうどいいなと思ったので、で、まあ、イントロから、ですね、まあ、サビにかけて、でサビから、平歌にかけて、で、平歌からまたサビに戻って、みたいな感じですね。それがですね、どんどんですね、変な風な、転調していきます。で、伴奏もすごく難しくなっちゃいました。キーがですね、イントロがなんと6。一番やりたくないキー。で、サビが5。から、平歌が、3フラット。5と3フラットってのは死ぬほどなんかやったことがない感じの転調で楽しくてしょうがないです。生まれて初めて。で、それで、後半ですね、終盤になるとですね、さらにサビがですね、5だったのが6フラットに転調します。もう何言ってるのかね、一期一会やってる人でもわかんないですよね。はい。なんですけれども、まあ、なんとかなるかなという感じなんです。まあ、とは言ってもですね、さっきも最初に言った通りですね、まだ完成はしてないので、練習してるまんまの状態をこれからやります。だから、どこが肝なのかだけを見ていただければ幸いです。では行きます。イントロここね。原曲はこのぐらいね。なんだっけこれ。何になるこれ。F から始まって E フラットっていうのが原曲だったと思います。知ったこっちゃないっす。F シャープかなんかですかね。イントロね。タンタイランタンタン。こんな感じですよね。バタフライ今日は今までのどんな時より素晴らしい理解糸で結ばれてく光の輪の中へバタフライ今日は今まで
も大好き。悲しみあれば共に泣いて、喜びがあるなら共に笑う。ここはもう別に半音上がるだけだからね。半音転調ってなんかちっちゃい頃からなんか知らないけど、あんってこうなんかえって切り無理やり全部あんって上げる感じね。ずっとずっと続くよバタフライ今日は今どうだっけまでのどんな君よりうつつうつつ白い羽で羽ばたいてく幸せとともに。適当に丸めちゃいました。本当に難しいですね。なんか本当に絶対音感があればできるんだよってなんかこう言わんばかりの楽曲ですし、まああのなんていうかあの木村カエラさんはそのそれに絶対音感に負けずにね音楽的な表現ができるのは素晴らしいなというふうに思いますね。まあそれを相対音感で対処しようと思ったらこういうふうになるっていう話ですね。あのまあもちろんね相対音感のある人はねそのひたすらひたすら聞いて一緒に歌って聞いて一緒に歌ってって言ってるうちに自然となんとなく歌えるようになっちゃうってそれで全然いいんですけどね。まああの伴奏してあのコードのことも考えながらやろうと思うとこんな感じになります。まあ最終的には一生懸命練習すればあのコードのことは伴奏のことはさっきも特に転調してからノクラットになってからとかねやったことがないようなコード進行ばっかりになっちゃうのでもう死ぬかと思いますけども、まあそういうのもねあもう頭に入ってるからいちいち考えないっていうふうになればもうあのスラスラっと歌えるようになるんじゃないかなと思います、ね、はい。ということで今日はこれでおしまいです。お疲れ様でした。ありがとうございます。